大きく皿屋敷古典落語からまあまあようお越しで誠にありがとうございますこんな私の拙い話ですが少しお付き合いのほどよろしくお願いいたします今日は古典落語の一節から大きく皿屋敷のお話をさせていただくのですが私たちの住んでいる張間のお城姫路城の中にもこのお聞く物語 伝説の井戸がありましてどういうわけか「坂州皿屋敷」東には「坂長皿屋敷」どちらが本当なのか分かりませんがお芝居講談では「坂長皿屋敷」がよく出てきますな。まあ坂長は江戸今ではいう東京にありまして江戸の下町長屋の方が物語になりやすいということでしょうな。 昔、番長に、青山鉄さんという、ご武家さんの屋敷があった。そこに、気良吉しの腰元、お菊さんが奉公しておりまして、鉄さんはお菊さんに、横連帽をして、気を引いたのですが、三平さんという夫がいたので、首を縦に振らなかった。そのため、いじめと言いますのか、 10枚組の葵の皿を1枚を隠して預けたんですなそしてある日預けた組皿を持ってこさせたが1枚足りない何回かどいても1枚足りないお菊さんを井戸に吊るしせっしたがもとより知らないお菊さん返事ができないことをいいことに切り殺してそのまま井戸に投げ込んでしまった その後井戸からはお菊さんの幽霊が出て1枚2枚9枚と皿を数えたそして鉄さんは恨み呪われて気が触れて自決したと横町の隠居が説明してくれたそれを聞いた町内の連中は今でも出るなら見に行くと言い出した 最後の9枚を聞いたら死んでしまうから行くもんでない。隠居に言われたが江戸っ子は収まりがつかない。5、6枚目で帰ってくれば大丈夫だろう。怖いもの見たさというのはどこでもおるもんで、みんなで出かける相談をした。おい熊さん、一人で行くもの怖いもんだから、土壌屋のいっちゃんもそうそう、腕力のある やの竹やんも予防やないか」と言ってわいわいガヤガヤ遠足でも行くように「おお押すなよ」え「ええこの手はだ誰の手?と」と体を寄せ合いながら歩いていきますあたりは真っ暗井戸の周りで待っていると風も生温かく牛ど時に 陰にこもって金がゴーンとなると月もかくれて人玉があちらこちらにポッポッあらわれてきたおおおーでで出てきはったでおきくさんの幽霊が出てきた一まい枚まいおいおい見ろよ見ろよいい女だで 本当だ。いい女だ。下を向いている場合ではないと見てみな。3枚。4枚。もうすぐ逃げ出すからな。準備しろよ。5枚。来た来た来たで。6枚。それ、逃げろ逃げろ逃げた逃げた逃げて帰ってきた。怖かったが、しかし、いい女だったな。 水も滴るいい女というのはここから来たんかってえなこと言って長屋は仕事もしないでこの話で持ちきりあまりのいい女なので今晩も今晩もとお菊参りが増えていった一週間もすると100人を超えたか井戸の周りにはたい焼きわたあめ夜店が出てそれは賑やかになっていきました ざわざわしながら時を待っているといつものようにお菊さんが現れて皿をかどえ始めた。一枚、二枚、五五、三枚、四枚、五五。おい、お菊さん、どうしたんだよ。風邪をひいてしまったの。体に気をつけなよ、と言って、六枚を 聞いて逃げ帰ってきたんだよそれでも評判が評判を呼び工業室まで出てきて屋敷は満員になってしまったヒュードロ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 ドンドンお音響付きオーケストラまでついて粋なもんだねスポットライトもついて浮き出ているよよう日本一お菊さん今日もお頼むぜ 1>, 1枚、五二2枚、五本五本おいおい、かわいそうに、まだ風が治っていないで。3枚、五本四4枚、五本五本五5枚、五本そろそろ逃げる逃げる準備をしろよ。6枚、五本 逃げられないよ先が詰まって動けない7枚おい,おいおいおいどいてくれよ8枚おいなんとかしろよ死んじゃうよ9枚十10一枚、11枚12枚あ,れあれあれあれ13枚十15枚おい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 ちょっと待てよ17枚って言ってるぜ18枚で。 終わりお菊さん18枚とはどういうことだ何枚かどえたって私の勝手だろお前は皿の数が足りなくてテッさんに恨みを込めて9枚までかどえて呪っているのになんで倍の18枚までかどえるだ分かんない人たちだねあまり忙しいもんで明日は休み。 明日の分まで数えたよ。ちゃんちゃん。